アレクサンドル・ルカシェンコ、アレクサンドル・グリゴリエヴィッチ・ルカシェンコ、アリクサンダー・グリゴワ、ビッチ・ルカシェンコ、1954年8月30日体は、ベラルーシの政治家で、大統領、1994年体。また、ベラルーシ・ロシア連合国家の初代最高国家、評議会議長、2000年体でもある。欧米からは、ヨーロッパ最後の独裁者と呼ばれる。 1994年に、ロシア連邦との関係強化を掲げ初当選し、1996年には、任期を延長、2001年に、再選、2004年には、憲法の参戦禁止条項を撤廃し、2006年に、参戦、2010年に4戦、さらに2015年に5戦を果たした。なお、1999年12月8日に、 ロシア連邦とベラルーシとの間で調印されたベラルーシロシア連合国家創設条約の発行に伴い翌2000年1月に連合国家の初代最高国家評議会議長国家元首に就任した名の日本語表記はルカシェンコが一般的だが専門家がベラルーシ語からの表記であるルカシェンと書く場合もある昨今ではロシアとウクライナ 欧米との間で対立が深まっており、ベラルーシは、その調停役を担うことも多いが、ルカシェンコ自身は、民族的には、ウクライナ人である。彼のウクライナ語読みでの名前は、オレクサンドル、である。1954年8月30日当時のソビエト、連邦市ロロシア共和国のビテブスク州オルシャンスク地区、コピー市、コピー市村で生まれたとされるが、追い立ちには、 不明な点もある。両親は、ルカシェンコが1歳の時に離婚している。1975年モギリオフ、教育大学歴史学部を卒業。通信教育で、農業アカデミー経済学部を卒業。1990年ソフホーズの支配人から、白シロ,ロシア共和国最高会議第二院選挙に立候補し当選する。独立後、ベラルーシは、 国内が混乱し政府も腐敗していた。そんな中、ルカシェンコは1993年、汚職追求委員会議長に就任し、政治家たちの汚職を求断し、有権者の支持を獲得する。1994年、ベラルーシ大統領選挙に立候補、大衆迎合的な選挙公約を掲げ、他の候補に圧勝、初代大統領に就任する。 2004年9月7日、ルカシェンコは大統領の多選を禁じる憲法を改正し、多選を可能とする国民投票の実施を発表。翌10月17日の国民投票の結果、8割弱の賛成で参戦への道を開く。これを受け2005年、アメリカ合衆国大統領に再選を果たしたばかりのジョージ・ブッシュは打倒すべき独裁国家の一つとしてベラルーシを挙げた。 ブッシュはまた、ベラルーシを最悪の独裁国家と批判している。2006年3月19日に行われた人気満了に伴う大統領選挙では、得票率82.6%公式発表で圧勝し参戦を果たしたが、この選挙に関しては、得票率改ざんの疑惑や、野党候補及びその支持者への妨害などの不正が行われていたとの証言が存在する。 2010年12月19日投開票の大統領選挙で4選を果たしたが、得票率79.7%、やはり不正選挙であるという指摘がなされている。ルカシェンコの4選直後から、ベラルーシ経済は未曽有の危機に陥り、ロシアによるインフラを担う、国営企業などが掌握される可能性が出てきており、ベラルーシが事実上、ロシアに吸収合併。 のりとも言えるされる可能性も現実味を帯びている。2011年5月27日、ルカシェンコは政府関係者を集めた会議の席上、ギャングども、ロシアのことに我々の国を売り払いなどしない。なと述べ、感情を露にした。ロシアはかねてからベラルーシの吸収合併を狙っていた。2009年に入ってベラルーシは西側への接近を強め、ルカシェンコ自身。 我々は西側との関係を正常化すると言明している。ロシアとの関係が悪化している。ロシアから約束されていた5億ドルの支援が棚上げになったことに立腹し、ロシアに泣きついて頭を下げることはないと述べ、欧米への接近を図った。これに対し、ロシアは対抗措置としてベラルーシ産の乳製品を輸入禁止にした。連合国家構想もこのような点や、 またもはや双方ともにやる気がないとの見方もある。しかし、金銭面での支援を得るために EU へ接近した者の独裁体制などを理由に支援を却下され、これにルカシェンコは立腹し、ロシア、EU 双方を我が国の主権を侵害していると非難した。ベラルーシの国家財政の基盤だった他国からの援助が得られず、ルカシェンコは国際社会から孤立した。 ロシアの財務省であるアレクセイ・クドリンは、ベラルーシが市場改革や財政面での見直しをっていないため、近い将来ベラルーシは財政破綻するとの見方を示している。しかし、2009年11月にはロシアからの経済支援を引き出すため、アブハジアと南オセチアの独立を承認することを検している。このように、ルカシェンコは、ロシアと EU を天秤にかけ、双方から、 経済支援を引き出す外交を展開している。このような外交手腕には専門家も舌を巻いている。また、ロシアとの関係改善のメドがついたことで、2009年12月には連合国家の最高国家評議会も行われる運びとなった。2010年6月にロシアの天然ガスをめぐる紛争が発生。紛争自体は数日で解決を見たが、 両国関係には大きな傷がついたと思われた。しかし、ルカシェンコはすぐに、ロシアカザフスタンベラルーシの3カ国で発足する予定だった関税同盟に参加を表明。関係修復を素早く行った。国を売らないと公言していたルカシェンコであったが、ベラルーシ国内の反政府運動の激化とロシアとの対立で国家財政の重要な収入源である。 天然ガスの国内通貨量が得られなくなる可能が出てきたため2011年12月ユーラシア連合構想への参加を表明後にユーラシア経済連合に加盟するそれと引き換えに天然ガスをロシアがベラルーシに統合割引価格で提供そしてロシアがベラルーシ国内のガスパイプラインを買い取るという協定を結んだこれにより ベラルーシ経済はロシアに掌握された格好となった。2013年にはロシアは国営企業の民営化の遅れなどを理由にベラルーシへの資金援助を打ち切ったため、ルカシェンコは欧州進出を拡策していた中華人民共和国と15億ドルの経済投資協定を締結しベラルーシは財政破綻を回避した。同時期には蘇州工業園区に習ったも開設された。 2014年に表面化したロシアとウクライナの紛争では両国の間に入って調停役に回っている。2015年4月2日には国家財政の体力強化のため半年間無職で納税しなかった人間に約360万ベラルーシルーブル、約3万円の罰金の支払いと支払い命令に従わなかった場合は拘束され強制的に社会奉仕活動をさせられるという 旧東ドイツを彷彿とさせる政策の大統領令に署名した。ただ、高齢者や障害者、学生などは対象外である。2015年8月の中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典に出席し、天安門広場を更新するベラリュー市軍を越兵した。2015年10月11日投開票の 大統領選挙で得票率83.49%を得て5選。2016年9月の下院選では野党への締め付けを緩め、20年ぶりに政権に批判的な野党系候補が2人当選した。欧米への配慮によるものとされる。2017年5月には中国の一帯一路をテーマとしたに出席した。ルカシェンコ自身は共産党員だったソ連時代を除いて、 特定の政党に所属していないものの、ベラルーシ人民戦線と、ベラルーシ共産党、KPB などが政権を支持する、事実上の与党である。特に共産党とは、ソ連の復活で一致し、霊人像を保護するなど、旧ソ連への解雇を強く打ち出す政策をとっている。大統領に就任すると、国旗も、かつての白、ロシアソビエト社会主義共和国の旗に変更し、 それまでの国旗は使用禁止となった。また、政府庁舎に掲げられていた国章も、カマとハンマーがあしらわれている白ロシアの国章に付け替えた。現在はそれを一部修正した現行のベラーシの国章が付けられている。また、ロシア語を公用語であるベラルーシ語と同等とし、強いロシア語化政策及びベラルーシ語の迫害政策を敷いている国営テレビ放送や 大統領就任式などの国家行事でも、ベラルーシ語ではなく、ロシア語が使われている。このため、ベラルーシ語自体が絶滅の危機に瀕しているとされる。ロシア連邦との連邦国家の実現による両国の政治、経済、軍事などの各分野での両国の東方構想を強く推進し、1999年12月8日には、当時のボリス・エリチンロシア連邦大統領との間で、 ラルーシ・ロシア連合国家創設条約に調印しているが、その後、彼に代わって、ロシア連邦大統領に就任した、プーチンらが提唱するロシアによる、事実上のベラルーシ併合発言に反発し、両国の統合構想は行き詰まったままである。一方、経済面では、ソ連崩壊後の経済危機を乗り切り、国内総生産の成長や、工業生産の回復など、 一定の成果を収めており、ベラルーシの一人当たり国民所得は中所得国水準を維持しており、特に農村部に多くの支持者がいる。グルジア紛争でのロシアの旧ソ連諸国との軍事的な対立やベラルーシのロシアへの併合への圧力をかけるための天然ガスの値上げなどの諸政策を受け、再度欧米への接近を図っているとも伝えられるが、欧米及び ロシアとはバランスを保った関係を維持し、自らの権力を維持しようとしているという見方もある。ロシア連邦軍と和を行うなどロシアとの軍事的な同盟関係を続けつつ、ベラルーシを上海協力機構に加盟させ、ベラルーシの軍事パレードでは、ソ連時代のジルの代わりに中国のパレードカー工期を追って、ロシア軍と共に中国人民解放軍をベラルーシ軍と交信させ、 中国製武器の購入や弾道ミサイルを中国と共同開発するなどベラルーシを財政破綻の危機から作った中国とも軍事的経済的に密な関係を築いた。そして2008年9月の会院選に監視団を受け入れることでこれを機に西側との関係改善を図ろうとしたが10月6日にプーチン首相がベラルーシを訪問。 連邦国家実現へ向けての政策を実行することを確認した。これは、ロシアに西側への接近を引き止められたと言える。しかしながら、同月 EU が民主化の兆しと会員選を評価し、制裁が一部解除されることとなった。制裁の解除により、2009年3月26日には、ローマ法王ベネディクト16世との会談が実現した。ただし、 ルカシェンコは無神論者である。最大、ビクトルとドミトリーという二人の息子がいる。この他にも、ニコライという2004年に生まれた、婚外子がいる。妻は公式の場に姿を見せない。ルカシェンコはニコライを大変可愛がっているようで、北京オリンピックの開会式や2009年と2010年の軍事パレード、ベネディクト16世との会談時、中国の抗日式典など、 ありとあらゆる行事にニコライを同席させている。タバコは吸わず、酒もほとんど飲まない。趣味はスポーツで、特にサッカーとアイスホッケーを好む。アイスホッケーに関しては自身も選手として参加しており、ベラルーシ国内にミンスクスポーツ宮殿やミンスクアリーナなどといったアイスホッケー場を多数建設するよう命じている。 1998年2月の長野オリンピックの際に公式来日を希望したが、警備上の理由で拒否され競技見たさに非公式で来日した。ベネズエラの後、チャベス大統領と友好的であり、よく会談していた。ヨシフ・スターリンと手を結んで、ポーランド領だったブレストをベラルーシ領にしたアドルフ・ヒトラーを彼のおかげでドイツは残骸から立ち直ったと称賛し、 ユダヤ人は、ボブルイスク、ベラルーシ国内の一都市を豚小屋に変えたなど、反ユダヤ的発言をしている。ベラルーシには、約7万人ほどのユダヤ系住民がいる。そして、ドイツの歴史は、ベラルーシの歴史のコピーだと発言している。ベラルーシには、美人がたくさんいる。しかし、私が毎日通る、道の交差点に、くちゃくちゃな顔をした、フランス人の顔が映っている。 とんでもないことだと発言し、広告の撤去を命令、さらに、ベラルーシ国内の広告に、国外女性モデルの使用を禁じた。ちなみに、かつて、ベラルーシでは、ベラルーシ人女性の人身売買、海外売春が問題になった。そこで、現在ではそれを防ぐために、ベラルーシ人女性の出国を一部規制する法律が存在している。プレジデントは、 自分一人で十分との理由で、大統領職以外の会社社長などに、プレジデントを別名として使用することを禁じた。自身の参戦について、私が大統領選に参加できない理由などありません、と述べ、また、独裁者との批判については、私は国民に与えられた権限しか行使していないと、反論している。野党が議席を確保できなかった2008年の下院選について、 これでも非民主的というのなら、彼ら、EU との対話を断つと強硬な主張をした。色の革命について、ベラルーシではピンクだの、オレンジだの、バナナだのといった革命はあり得ないと発言している。2010年4月14日、ワシントン DC での各安全保障サミットに、ベラルーシが招待されなかったことに対し、自分を招待しなかった奴らは、脳みそが足りないと過激な発言をした。 また、NATO によるリビアへの軍事介入を、ナチスより最悪だと2011年11月に、表している。2012年3月には、ドイツのギド・ベスターベル外相がベラルーシを、独裁国家と批判したことに対し、ゲイより独裁者の方がマシだと、ヘイトスピーチをした。フランスのニコラ・サルコジ前大統領の不正資金疑惑、大統領に当選した2007年に、 当時のリビアの最高指導者、ムアンマル・カズ・ザーフィーから5000万ユーロを受け取ることを合意していたというものについて、カズ・ザーフィー本人からサルコジに1億ドルを渡したと聞いたと証言し、大きな波紋を呼んだ。普段はスーツを着用しているが、国の重要行事では軍服を着用することもある。階級は減衰である。また、軍の視察に訪れる際には、 名彩柄の野戦服姿の時もある。権力欲が非常に強い人物として知られる。連合国家構想ももともとは、自らが旧ソ連圏の最高指導者になりたいがゆえに発案したものであった。事実、連合国家構想は、はじめ国力が低下し混乱していたロシアとは、対照的に1994年以来の自らの独裁政治により、 国力を増したベラルーシがイニシアチブを握っていた。性格的には気難しい人物とされ、過激な発言も多く、アメリカだけではなく、友好国であるはずのロシアをも激しく批判するその、姿勢から、非人とも評されている。ロシアのドミートリ・メドベージェフは、大統領時代に、ルカシェンコを外交的規範どころか、人間としての基本的礼儀さえは決まえないと、憲悪感を露にしている。 ルカシェンコを支持する人々からは、ルカシェンコは、バトゥカ、父の意と呼ばれ、尊敬、個人崇拝されている。ルカモールなどと揶揄される、ベラルーシ共和国青年団というムソモールを真似た、青少年組織も存在する。2013年、公共の場で、白紙喝采することを違法にしたことに対して、フラッシュモブのデモ活動を、反対性行為とみなしての処置、イグノーベル平和賞を、 受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。